藤原です。今日も仮想通貨ニュースとチャート分析していきたいと思います。このチャンネルで仮想通貨について初心者から上級者でも分かりやすく解説してますので、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。はい、今日ね、OKX の方に10セットの4番目の、仮想通貨、FAME MMA が、上場しましたね。これ今撮ってる段階ではまだちょっと19時回ってないんですけど、19時上場になってますので、これ動画がアップされてる頃には今上場してるんだと思います。で、基本的にはまあ早めに買った方が、いいかなと思います。まあ注目度も高いし、朝倉未来さんとかね、三崎優太さん、青白王子とかもまあアンバサダーになって結構盛り上げてるみたいなんで、結構多くの層がまあ買ってくると思いますので、なるべくまあ早く買うのがいいかなと思います。エバードームとかは、上場してから天井までね10日間ぐらいかかりましたので、まあ、ポンと上がって一気に落ちるっていうよりはじわーっと上がってくるような感じになるんじゃないかなと思いますので、早く買った方が得なのかなと思います。でもし吹き上げてくるような感じだったら、ちょっと落ち着いてからね、価格ちょっと落ち着いてから差し値でゆっくり買った方がいいかなと。基本的にちょっと成り行きで買うと、その板の間がねスカスカだった場合に高値掴みしてしまう可能性があるんで、差し値で落ち着いて買うのがいいと思いますよ。OKX のリンク、コメント欄の一番上に置いときますので口座持ってない人はそこから登録してみてください。じゃあ今日もニュースいきます。今日は、中米のねパナマからですけども、パナマで、暗号資産の決済利用を合法化する法案が満場一致で可決しましたということで、大統領が法案を署名した後、まあ、施行していくということになりますと。法案自体はね、仮想通貨の決済利用とか貴金属のトークン化などを認めるっていうような内容になっているそうです。で、現段階では税金とか市町村への支払いでも利用可能になるだけじゃなくて、いろんな店舗で仮想通貨決済が、まあ、実際にできるようになるということで、まあ、エルサルバドルみたいな感じですね。パナマといえば、まあ、パナマ運河があってね、カリブ海から太平洋に出る、まあ、大きな運河なので、まあ、貿易で栄えてる国なんですよね。で、まあ、その国で、まあ、仮想通貨使えるようになると、まあ、ちょっとねあの辺の北米南米の国では、まあ、インパクトがあるのかなと思います。まあ中米南米そのあたりはまあ所得はそんな高くないし人口もそこまで多くないんだけど、ブラジルとかもね結構仮想通貨にも積極的になってきてるので、メキシコとかもねあの辺の人口が多い国がまあ仮想通貨の、を法定通貨にするとか、まあそういう動きがあったら本当にね、仮想通貨市場にとってはかなり明るいニュースになると思います。パナマではね、現段階ではビットコイン、イーサリアム、XRP、ライトコイン、ステラルーメンなどが、対応銘柄になったということでした。はい、じゃあ次がアメリカからですけども、ゴールドマンサックスがビットコイン担保ローンを提供する予定だということです。ビットコインを担保にお金がまあ借りられるという名の担保ローンになってます。これはね、アメリカではすでにね、シルバーゲート銀行とか、コインベースとか、フィギュアとかもやってることになるんですけど、ウォール街の、伝統的な金融機関では、まあ、ゴールドマンサックスが初めてになるということでした。実はね、日本にもね、仮想通貨担保のローンってあるんですよ。2年前からね。大和証券とクレディセゾンの合弁会社が、フィンターテック株式会社っていうのを作ってて、担保ローンっていうのをやっててね、これが、50% かな、その仮想通貨の時価の 50% を借りられるっていうのになってます。で、利息はね、あんまり低くはないんだけど、僕もね、家買おうとした時に仮想通貨はたくさんあって現金はあまりないから、これ検討したことあるんですけど、50% なんで、まあ、法人で持ってる人は利確しちゃった方がね、あれってのあるんですけど、仮想通貨を手放したくないけど納税資金が欲しいっていう人はね利用してもいいかもしれないですね。フィンターテックって会社ググってみてください。はい、じゃあ今日もチャット分析聞きますが、引き続きね、ビットコイン、イーサリアムとかは、弱いんですけど、ステップンの GMT、GST とあとねエイプコインがかなり強いので、またそれをチャット分析していきたいと思います。
もう今はね、もうほんとステップンと、もうエイプしかね、勝たないんですよね。うん。まああと今日上場した、まあフェイムとかもね、いいと思うんですけど、まあその辺の強いね、コインに一旦ね、ちょっと資金を集中して、資産を増やしておくっていうのはいいかなと思います。はい。じゃあ今日もその5つ、チャート分析いきます。ビットコインは、相変わらず軟調ですね。株がやっぱ下げてきてるので、なかなかやっぱ上げにくくなってますが、ほとんど変わってないです、昨日とね。$39,000ぐらいで、目線はほぼ変わりない状態ですね。でこんな感じの、平行チャンネルになってて、まあ下限ぐらいなので、今押し目買いしてもいいと思います。で、落ちてくるんだとすると、$36,000ぐらいまで落ちるので、そこは注意した方がいいと思います。で、レバレッジは、ちょっと今書きにくい状態だよね。こういうまあひげつけて戻ってくるような場面があったらまあロングしたいんだけど、ちょっと今からまた一旦ストンと落ちるような可能性もあるので、なんとも言えないけど、現物はまあ買ってもいいんじゃないですかね。この平行チャンネル割るってことはまあ 90% ぐらいの確率でないので、こんだけね、こんだけこの中で推移してるのになかなか割れないんですよね。これだけ固まってくると。だから現物を買うっていうのは全然ありだと思いますが、まあでもエイプコインの方が強いのでエイプ買った方がいいのかなと今思いますけどね。じゃあイーサリアム$2,900弱ぐらいですね。ずっとダラダラとこの移動平均線に沿って落ちてきてます。でイーサリアムも一番落ちてきたらまあ$2,500ぐらいまで落ちるので、それは注意した方がいいですね。ヒロンだとするとまあその辺$2,500っていうと32、3万円ぐらいのとこかな。その辺ぐらいでまあ買っとくのがいいかなと思います。まあ、レバレッジは、まあ、土短期ならまあ、ショートだし、逆張りロングはちょっとまだやめた方がいいかなって感じ。中途半端とかかなって感じですね。じゃあ、今日は、GMT 行きましょう、ステップのね。GMT、GST とエイプコイン買いたい人は、バイビットなら全部トレードできますので、バイナンスだと GST がトレードできないですよね。だから、バイビットの口座持ってない人は、コメント欄とか動画説明欄にリンク載せてますので、それで口座登録しておいてください。GMT が 3.64 ですね。こんな感じです。で、やっぱこのウェッジ結構意識されてるみたいで、一旦ね、$4.1ぐらいまで行ったんですけど、ちょっと押し戻されてます。ただ、この GMA 移動平均線にずっとサポートされてて、今もそこでちょっとサポートされてるので、もしかしたらまた、高値更新するかもしれないけど、でもウェッジなんで、やっぱちょっとね、セオリーは下抜きになりますから、ちょっと注意した方がいいと思います。それはね。うん。一旦、まあ、利確もこの辺で検討した方がいいと思います。で、出来高は、今、これね、バイナンスだとあんま入ってないんですけど、バイビットだとそこそこ入ってたりするんで、まあ、ちょっと、取引所によっては違うんですけど、ステップンの、アクティブユーザーが増え続けているので、まだね、しばらくは上昇傾向にあるのかなと思います。うん。まあ、NFT とかもさ、そのブームがね、一時期に比べたらなんかちょっと廃れてる感じがあるんだけど、まあ、上昇してからでもまだ1、2、3、4、5、6、7、8、8週目だから2ヶ月弱とかなんですよね。って考えたらちょっとブームが終わるにはまだまだ早いような気がするので、まだね、ステップは続けてもいいんじゃないかなと思います。じゃあ次、GST の方ね。GST 吹きましたね。かなり想像を超えるとこまで吹きましたけど、$9.5ですね。ここまで吹いちゃったんですよね。これはね、ちょっとかなり想定外。で、昨日はこうだったと思うんですけど、まあこの拡張のウェッジをまあ上に抜けてきたってことで、まあすごいと思ったけど、でもまあこんだけ今ヒゲが長くなってるので、まあ一旦調整そろそろすると思います。さすがに。うん。このヒゲはね、でもね、どうだろうな。これかなり強いね。4時間足で見てみたら、まだ上昇トレンド崩してないんですよね。こんな感じでガクンって下がるけど、10MA にサポートされて上がってくる。ガクンって下げるけど10MA にサポートされて上がってくるって繰り返しちゃうので、またこの4時間足の 10MA を割らないんだったら、またじわーっと上がってきてさらに最高値更新する。
可能性もあるので、この移動平均線ずっと見て割ってきたらすぐ逃がせるような人はここで入ってもいいかもしれません。今7ドルジャストなんで、次最高値更新したらもういよいよね10ドル以上ですよね。多分12ドルとかまで跳ねるので、爆撃チャンスは爆撃チャンスだと思います。これね GST、僕はGST の方は投資するっていうかステップンで毎日歩いて稼いでるんで、それをねステップンのアプリの中で回してるだけなんですけど、投資対象としてもね魅力的だと思います、チャート的にはね。じゃあ次エイプコイン行きましょう。エイプコインはですね、一旦28ドルまで行きましたけど、一旦ね21ドルまで落ちましたね。でもうちょっと落ちると思ったんですよ。この移動平均線まで落ちるかなと思って20ドルぐらいまで落ちるかなと思って待ってたんですけど、今もう一気にリバってきてるのでまた最高値更新するんじゃないかなと思ってます。4時間足で見てみたら上昇ウェッジを上にバコーンって抜けてきて、そこでね裏タッチしてまた上がってきてる。4時間足の 10MA が超サポートになって上がってきてる。これかなり強い反発なんですよね。だからまたねこれね今日の夜とか明日とかにこの28ドル上に抜ける可能性あるんじゃないかなと思うんですよね。だからエイプコインは、まだしばらく持っていいかなと思います。で、エイプコインがね、いくらぐらいになるかみたいな話は、メンバーの方に今週ちょっとね、僕の考察入れたので、気になる人は、メンバー入ってみて、その動画ちょっと見てみてください。結構ね、僕が普段このチャート分析でやってない方法で分析して、最大これぐらいまでいくんじゃないかみたいな話してるんで、今ね、爆撃取りたいって人は、今チャート分析したようなコインが今強いので、ぜひねちょっとメンバーお金かかって申し訳ないけど入ってみてください。はい、今日の動画役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引を紹介しております。仮想通貨とかお金がもらえる取引所もあるのでぜひざっと見て登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。仮想通貨投資で今一番おすすめの取引所はバイビット。バイビットなら100種類以上の仮想通貨の現物取引と FX 取引ができます。そして、日本の取引所から仮想通貨を送るっていう方法以外にもクレジットカードで仮想通貨を買うという方法ができるので、日本の人にも使いやすい取引所になってます。そして、新しく人気になったコインの上場も早いしローンチパッドも充実してます。動画の説明欄またはコメント欄の一番上に、バイビットの招待コード、こちら手数料が安くなりますので、バイビットの口座持ってないって人はこの機会に始めてみるといいと思います。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますのでぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。